どうも JB です。本日もプロスペースやっていきたいと思います。はい、というわけで本日なんですが、この動画が上がってる日の15時にイベント等の更新が来ますので、更新前本日何をやるのかと言いますと、もうサムネタイトル見てもらったら分かるように柳田悠岐ゲットチャレンジやっていきたいなと思っております。2024シリーズ1、通常 S ランクのギータなんですが、まだ私ゲットできておりません。セレクションのギータも、ゲットできてないので、今回は2024シリーズ1通常 S ランク、柳田悠岐ゲットに向けてミキサーやっていきたいなと思っております。まあ多分これが2024シリーズ1ラストのミキサーになるのかなと思われます。ちょっとね、この後下の残り期間の間にミキサーできるほど S ランクが溜まるかどうかはちょっと微妙なところだと思うので、多分ラストになるのかなと思っております。ここで何としてでもギータは当てときたいのかなと思っております。ギータね、もしかしたら2024シリーズ2で通常 S ランク登場が怪しいのかなと、怪我で離脱してるので出てくるのかはちょっと怪しいところだと思うので、なおかつこのステータスでシリーズ2も登場してくるのかはちょっと難しい微妙なところだと思うので、なんとしてでも今回ミキサーゲットしていきたいなと思っております。そして、皆さんもすでに、セレクション第3弾 20th スピリッツガチャ動画見ていただけましたでしょうかね。その豪運も引き続き今回のミキサーで発揮できるのか、またまた確率は収束して今回のミキサーは爆死するのか、ちょっとね見ていこうかなと思っております。でミキサーをやっていく前にちょっと準備していこうかなと思っております。これまで獲得した通常 S ランク、使わない通常 S ランクをミキサーやっていくだけだとちょっとあれなので、覚醒でも S ランク作っていきたいなと思っております。で今覚醒できる選手素材としているんですが、以前コメント いただいたんですが、覚醒選手覚醒するにあたって限界突破をした方のがかなりお得となっております。まあ、なぜなら今回この梶谷とトーマスを、覚醒していくんですが、このトーマス超5ですね、超5のトーマスを覚醒させるために A ランクの素材っていうのは必要ないです。限界突破5回してるので A ランクの素材は必要ないです。で限界突破をしていない、例えばこのグリフィンなんですが、限界突破をしていないので、素材となる A ランクは5体必要になってくるような形ですね。例えばこの限界突破1回だけやってるコルデロなんですが、その場合は A ランクの素材が、1体減って4体で S ランクに覚醒できるというような形となっておりますので、S ランクの素材としてミキサーとかで使う場合はなるべく調合にしておいた方のが、A ランクの素材を、使わずに済みますので、使わない覚醒選手の A ランクはその選手の B ランクを使って限界突破するのでもいいし、 A ランクの限界突破工事使って限界突破を行って調合にした状態で覚醒してみてください。コインは結構少なくなって、消費してしまうんですが、その分 A ランクを使わなくて済むというような形ですので、ぜひともこれはもう真似してください。はい覚醒、はいもう一体、はい覚醒といったような形で S ランク2体増えましたのでミキサーやっていきたいなと思っております。で今回やっていくミキサーも S ランクの自チーム確定ミキサー、これ一択となっております。 S ランクの、ノーマルミキサーはやったとしても欲しい選手ビタビタに引ける確率はめちゃくちゃ低いっていうのと、 A ランクのミキサー、これでも A ランク投入して運が良ければ S ランク選手獲得できるんですが、その場合でも、かなり確率が低くなってきてしまいますので、今ですとギータが手に入る確率は20分の1となっております。ですのでその 5% か 5% の確率でギータを獲得できる、獲得するために S ランクミキサーやっていきたいなと思っております。ですのでまずは自チームソフトバンクにしていきたいと思います。はい自チームソフトバンクにしてきまして、もう早速いきましょう、S ランク自チーム確定ミキサーやっていきます。素材はまあ今覚醒させた選手これでいこうかな。この5選手使ってまずは1回目やっていきたいと思います。さあ出てくるかお願い。いやうわそうです、危ねえ危ねえ、ビビった。まだこれ、いや心臓に悪い。まだソフトバンクの選手5体ぐらいかな、なので、まあ、これで確率でいったら15分の1かな。社員が出たんで未所持のS ランクソフトバンクの選手誰。うわ今宮か、今宮まあ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 悪くない悪くない。スピリッツ3800の持ってるんでこれは継承しよう。あショートありだな。さあ2回目です、2回目やっていきましょう。
今宮もね、これか。ここから、能力としてはかなり上がってるんで継承しようかなと思います。2回目この5選手で行ってみたいと思います。もう1回自チーム確定演出お願いします。さあ来いギータ。おっとソフトバンクの選手のかぶりだけはやめてほしい。お願い。ここで手に入れないとマジできつい。ギータはさあ来いギータ松本裕樹も悪くない。全然悪くない。さあもうラストですね。今回ラスト5選手はちょっと今出たソフトバンクの選手使うのはもったいないので圧縮はできないんですが、この5選手ラスト、いやもうラストか。3回のうちに1回で出てくれればすごい嬉しいんだけどな。さあ幸運継続なるか、はたまた今回は運がなかったということで終わるのか。ラストギータお願いします。 G チーム確定ミキサー。おっと演出どんどん渋くなってる。かぶりだけはダメ、かぶりが一番良くない。さあ来い撃たない、まずいな。いいよギータ。ああいっちゃん悪い、いっちゃんまずい。うわー押すなはよくない。ピギスボミ。はい、ということで本日は2024通常 S ランク、柳田悠岐狙って、ミキサーやってきたところ、今回は今宮、松本裕樹、オスナの3選手ゲットとなりました。オスナはねすでに持ってるのでこの被りはきついな。またどっかできるかな。ちょっとあと十何日の間にミキサーはかなりきついと思うんで、まあ、どっかでギータ出てくれればなと思っております。皆さん、自分の欲しい選手通常 S ランクいましたら、残りミキサー期間が2週間ぐらいしかないと思いますので、ぜひとも欲しい選手いるのであれば今のうちにミキサーやってみてください。はい、というわけで本日は、ギータチャレンジでミキサーやってきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。